福岡県八甲中学校の釘崎です。今回のこの DVD は前回、柔道における崩し、作り、掛けといった基本的なことを中心に指導してまいりましたが、それを初心者の子どもにより分かりやすく指導するために、簡単な言葉で分かりやすい表現で、柔道を教えていくと、そういうふうな形で、作ってみました。これは初めて、柔道を指導する方、もしくは柔道を始めてどっかで指導につまずいた方、簡単に動きを覚えながら深めていき、自分の技を作っていく、最初に技を作っていくための基本となるような形になっていけばいいと思います。ぜひいろんな指導の際にこの自分たちがされていることにこれをプラスしていきながら、できるだけいい形で技が作れていけたらなと考えております。